パオロ・ゲレーロはペリューの首都リマ出身のサッカー選手。ペリュー代表。ポジションはフォワード。SC インテルナシオナル所属。ペリュー代表ではコパアメリカで3度の得点王に輝き、同国の代表通算得点記録を持つストライカーでもある。ペリューのサッカークラブ、アリアンサ・リマの下部組織で育った。そこで200ゴール以上を記録したゲレーロは200年に、 バイエルンミューン編から誘われ入団する。最初の2年間はバイエルンのセカンドチームに在籍。そこで結果を残してトップチームへと引き上げられるとスーパーサブ的な活躍を見せた。2006年7月1日、移籍金250万ユーロでハンブルガー SV への移籍が決定した。このシーズンでハンブルガーの選手としてフルスバイエルンと戦ったリーグ戦では ゲレーロが得点して勝利している。この試合の結果によりバイエルンのシーズン4位以下が確定され、バイエルンは UEFA チャンピオンズリーグの出場権を逃した。2012年7月11日、ブラジルのコリンチャンスへの移籍が決定した。日本で行われた FIFA クラブワールドカップ制覇に貢献し、準決勝のあるアハリそして決勝のチェルシー FC でもダニーロのシュートを 相手 DFK ヒルが引いて浮き上がったボールを頭で合わせ、決勝点を挙げた。2018年 2018FIFA ワールドカップに出場、1次リーグのオーストラリア戦でゴールを決め、チームの勝利に貢献。コパアメリカ2019では3ゴールを決め準優勝に貢献し、大会ベストイレブンに選ばれた。ありがとうございます。